中国、空気も爆買い。カナダ産の缶、高値でも予約殺到。2。この企業はカナダ西部エドモントンのバイタリティーエア社。A C. デイリーテレグラフ、電子版によると、創業者2人は昨年、ロッキー山脈の空気をポリ袋に詰め、99セント、約120円でネットオークションのベイイベイに出品。価格は瞬く間に跳ね上がり、 一万九千円の値がついたという。